日崎の屏部岩。2017年4月30日撮影。日崎の屏部岩は、兵庫県辰野市の地形である。標高約160メートルの鶴る山が、伊保川に接する川に露出した、流門岩室の業界岩に、石英安山岩が貫入した後、硬い石英安山岩が侵食から取り残されて、形作られた帯のように見える岩脈である。 国の天然記念物に指定されている。日咲の屏部岩神戸市日の屏部岩の一尾目新線の伊保川鉄橋から見て少し上流側の砂岩に川底から鶴る山に向けて一筋の岩の帯が立ち上がっている場所がある。これが日咲の屏部岩である。従って全体像を見るためには伊保川鉄橋よりも少し上流側の伊保川の右岸が適する。日咲の屏部岩は 鶴る山の流門岩室の業界岩の中に石栄安山岩が貫入して固まってできた岩脈である。この岩脈は地表に現れている部分だけで長さ約140メートルに達し、幅は約6メートルある。地先の屏風岩は全体的に熱水による変成を受けており、一部には柱状節理も見られる。この岩脈は周囲の岩石よりも硬いために、 風化や水などによる侵食に強いので岩脈が削り残されて現在の形になった。日先の屏部岩は1931年に天然記念物に指定された。この付近は秘滅線として1931年から1932年にかけて鉄道が建設された。秘滅線の建設当初の計画ではこの岩脈を切り通す予定だったものの、 景観保存のために短いトンネルで抜けた。ありがとうございます。